こんにちは東南アジアについててやっていきまましょう、ま、ずは地形についいてて見ていきましょう東南アジアジはインドシナ半島を中心とした大陸部と列上に連なる大小さまざまな島々からなる島しょ部に分かれています河川の河口部は季節風によってもたらされる雨の影響を多く受けるんですけれども三角巣デルタが発達しています またこの東南アジアは変動体に属しています例えばフィ,リフィリピン海プレートなどがあるんですけれども火山や地震が多くありますそのため津波などの自然災害も起こるんですこちらが三角巣後ほど説明するんですけれども東南アジアには河川があって雨季の影響で その河川の水の量が多く増えて洪水を及ぼす水害などが起こったりしますこうした三角巣が発達しているのも東南アジアの特徴なので覚えておきましょう続いては地名についてです1番、ミャンマーを流れていて交通の中心となっている川河口部が三角巣になっていて流域では稲作が盛んですこちらの川を D 川と言います続いて2番ほぼ全ての流域がタイを流れていますここでも河口部が三角巣になっていて流域では稲作が盛んになっているこちらの川の名前をチャオプラヤ川と言います続いて3番中国からカンボジアタイベトナムなど東南アジアの5カ国を流れ 東南アジアで最長の川こちらをメコン川と言います4番歴史的に多くの文明や勢力の交差点としての役割を果たしてきたこちらの半島マレー半島です続いて5番こちらの海重要なシーレーンになっていて多くの石油タンカーがここを通っています マラッカ海峡と言います続いて6番このインドネシアのところにあるものになるんですけれども新規造山帯で火山や地震が多く発生する島こちらをジャワ島と言いますかつてここでジャワ原人などが見られました7番ここも新規造山帯で火山や地震が見られます 1991年に大きな火山の噴火があったことで有名ですこちらをルソン島と言います続いて8番ここの多くの海多くの商船が通るため経済的戦略的に重要な海域になっています資源も豊富なため各国の利害によって対立していることになりますここの海の海名前を、 南シナ海と言います続いて9番フィリピンにあるこの島バナナココナッツなど熱帯製作物の栽培が盛んですこの島のことをミンダナオ島と言います続いて最後こちらは世界で3番目に大きな島で熱帯雨林が発達しています ここではラフレシアなど特徴的な植物も見られるんですこの島のことをカリマンタン島もしくはボルネオ島と言いますしっかりと覚えておいてください続いては東南アジアの国と首都についてですまずは A 植民地支配を受けず独立を維持した国 首都はバンコクであり国のほとんどが仏教徒であるこの国 A がタイです続いて B 社会主義政策を取る国で首都はハノイなんですけれども北側のハノイは社会主義政策が色濃く残っていて南側の第2の都市であるホーチミンでは西洋文化の融合が見れて ハノイとホーチミンでは少し街並みが変わっていてかなり観光でも楽しめるところ B の国がベトナムになります続いて C 植民地支配の名残で宗教はキリスト教徒が多くなっています首都はマニラですがセブ島などの観光地も有名で特に日本からは英語の留学者も多く現れます C がフィリピンです D 多民族国家で宗教はイスラム教徒が多くなります首都はクアラルンプール D がマレーシアです E 東南アジア経済の中心となっている国でマレーシアから独立した後英語に力を入れて経済的にも発展しました チャンギ国際空港はハブ空港となっています。この E がシンガポールです。最後に F。地震や火山が多く植民地時代はオランダに支配されていました。宗教はイスラム教徒が多く世界最大のイスラム教国になっています。首都はジャカルタです。F がインドネシアです。しっかりと覚えておきましょう。 続いては気候についてです。まずは赤道直下のところでは熱帯雨林気候があります。ここではジャングルが分布しているんです。続いて2つ目。この熱帯雨林気候の周辺部にある AM、熱帯モンスーン気候があります。ここはフィリピンやミャンマーからマレー半島に分布しています。フィリピン北部のルソン島は 台風、ミャンマーはベンガル湾からのサイクロンによる被害を受けやすくなります。台風とサイクロンは発生する場所によって名前が変わるんでした。続いて3つ目、AW のサバナ気候もありますこれはベトナムやタイなどの大陸部にあるんです。 季節風の影響で雨季には洪水が頻発するという問題があります。これに備えて高い杭の上に住居を構えるのが特徴です。5月から10月ごろは雨季になっていて11月から4月ごろが寒季になります。ここにある河川は河橋係数が大きくなります。河橋係数ととは、最最大流量と最小流量量小の その差のことなんですけれども、雨季にはたくさん雨が降るので、川にものすごく多くの水があります。寒気になるとその水が少なくなるので、雨季には川の水が多くなっていて、寒気には水が少なくなるというこの差が生まれるんです。この差のことを過を係数と言います。そして、熱帯から少し離れたところに、 CW 温帯陶器小雨気候もありますこれはサバナ気候の高緯度側に分布しているんですけれども1から3のこの熱帯の気候をまずはしっかりと覚えておきましょう分布はこのようになっています赤道直下のところは熱帯雨林気候そこから季節風の影響を受ける部分が熱帯モンスーン気候で 雨季と寒季の影響がある部分がサバナ気候になりますしっかりと覚えておいてください続いては歴史についてです東南アジアは欧米による植民地支配を受けていました欧米諸国は安価な労働力、作物、鉱物こういったものを求めて東南アジアに進出してきたんです 東南アジアジで唯このタイを中心にタイから東側がフランス領で西側がイギリス領となっていましたインドネシアを支配したのはオランダでフィリピンはもともとマゼランさんたちによるスペイン領からそれから アメリカの国、アメリカの領土に変わっていきました東ティモールはポルトガル領だったことも覚えておいてくださいこのように支配がありました真ん中の白くなっている部分がタイでその東側がフランスピンク西側が水色のイギリス領になっていますインドネシアがオランダ領になっていてその東側が 先ににある東ティモールルルがポルトガル領になっていますよねそしてスペインがもともとはスペイン領だったんですがアメリカ領に変わってここではアメリカ領の影響を受けて英語が話されるので留学生が多くなるというふうにこのような特徴を持つことになりますタイはイギリスとフランスの2つの国が直接対決を避けて この2つの間の場所だったため、どちらにも貿易を行う交渉によって独立を保ったという背景があります。続いては宗教についてです。東南アジアはとても多くの宗教が見られます。インドシナ半島は仏教徒が多数になっています。仏教徒といっても種類があって、ベトナムは 大乗仏教その他は上座部仏教になっています違いについて簡単に説明しておくと大乗仏教は誰でも成仏できるもの誰でも悟,悟りを開くことができると教えられているのに対して上座部仏教は出家して悟りを開いたものだけが救われるとされています少し厳しくて 救われるためには修行が必要だというものがジョーザブ仏教なんですねマレー半島より南側はイスラム教徒が多数になっています例えばインドネシアは最大のイスラム教徒国になっていますバリ島インドネシアはヒンドゥー教もいるんです続いてフィリピン東ティモールはというと カトリック教徒が多くなりますフィリピンはスペイン領からアメリカへ東ティモールはポルトガルの影響を受けているのでヨーロッパの影響を受けてキリスト教徒特にカトリック教徒が多くなるんです14世紀からイスラム教が根付いて独自の社会や文化を作っていたんですけれども こうしたイスラム教徒を含む先住の民族はモロ族と呼ばれましたミンダナオ島のバンサモロと呼ばれる地域を中心にフィリピン政府に抵抗を続けたイスラム教徒の居住地があったということも知っておいてくださいこのように東南アジアはさまざまな宗教が見られますそれもしっかりと 違いとして覚えておくといいと思います続いて民族についてです東南アジアは宗教も多いですが公益や植民地化の歴史があって多民族国家になっていて民族も多くいるんです例えばマレーシアを例に挙げてみましょうマレー系以外に家教や家人 インド系の住民がいます割合としてはマレー系が65%中華系が24%でインド系が8%になっています。華僑とは今も中国の国籍を持った人華人というのは他国へ行ってその国の国籍を持った人のことを言います。ともに中国にルーツがあるんですけれども 今でも中国籍を持っているか移動してその地で国籍を持ったかという違いがあります人々はそれぞれの民族の言語を使うんですけれども共通語として英語を使用しますまたマレーシアでは経済面で優位に立つ中国系住民とマレー系住民の対立がありました中国人は 経済力があったのでその経済力のある中国人に対して経済活動を規制してブミプトラと呼ばれるマレー人を中心とする先住の人々を優遇したという歴史がありますこれは現在もあるんですこのマレー系住民を優遇する政策のことをブミプトラ政策と言います 他にもシンガポールなどでも中華系、マレー系、インド系など様々な人が住んでいるのが東南アジアの特徴です続いて農業についてです東南アジアの農業といえば稲作が中心になります季節風を利用して雨季と寒季によるその違いを生かした稲作が行われるんです 例えばインドシナ半島の大河川の平野部ジャワ島やルソン島で行われました1970年代には緑の革命と呼ばれる機械化や肥料などの改善によって生産量が飛躍的に増加した時期がありましたこれによって二期作が可能になっていくんですこの緑の革命具体的には 高種品種の導入灌漑整備肥料の補助などが行われましたこれによって稼げる人はどんどんと新しいものを取り入れてより裕福になっていったんですがこの導入ができなかった人たちはできた人たちと収入の差が生まれて貧富の差が拡大するという問題もありました。 現在では機械化が進行していて商業的な稲作も広く見られます東南アジアの稲は日本のジャポニカ米とは違って少し細長いインディカ,インディカ米になっています欧米諸国によって植民地時代に始められた農業のことをプランテーション農業と言いますこれは、 市場へ商品を売ることを目的にした作物である商品作物を栽培したものです例えばお茶っ葉油やしこんなものがあるんです原料として作物を育ててそれを輸出して先進国はそれらを加工して製品にしてお金を稼ぐという風うな農業が行われたんです ベトナムはというとコーヒー豆がとても盛んに行われていましたタイはというと天然ゴムが有名ですマレーシアはパーム油が有名ですかつては天然ゴムのプランテーションが主なものだったんですけれども木が古くなっていったことによって油やしに移行しましたこの油屋市から パーム油が取られるんですこれらは石鹸であったりシャンプーであったりといったものに使われます。インドネシアはパーム油、天然ゴム、カカオ豆やコーヒー豆などの生産をしています。また日本向けのエビの養殖も盛んになるんです。ただしこれによってマングローブ林が破壊されていっています。 日本向けのエビの養殖が盛んになったことで昔から独自に生えていた生態系であるマングローブが破壊されているというふうな問題が起きていますこうした問題がかつて東大にも出されましたフィリピンはというとバナナの生産がとても有名ですこのようにプランテーション農業がかつては行われていたんですけれども それぞれその気候を生かしながら独自の農業というものを行っていましたそして作った商品作物を欧米諸国に輸出して欧米諸国が製品にしてそれを売ることでお金を稼いでいくというふうな問題が起きたんです最後に工業についてですかつては商品作物の輸出に依存した モノカルチャー経済を取っていましたしかし先進国の企業を輸出加工区として設置して積極的に誘致することで工業化を進めていったのが現在です例えばタイの自動車産業マレーシアの電気電子産業などがありますこれらの経済発展により中間層の所得が向上したのが 現在の東南アジアの形です今回はこれで以上になりますお疲れ様でした最後まで動画を見てくれてありがとうございます<ー>概要欄に私が作っているサイトのリンクがありますのでよかったら活用してみてくださいもももっと社会チャンネル